はい、皆さんこんにちは、あげおです。今回は中山記念の最終予想となります。中山記念の好調競馬は画面の2頭です。詳細な調教解説や前頭の評価は別の動画で行っています。リンクは概要欄に貼っておきますので、ぜひご覧ください。というわけで、ここで中山記念の本命を発表します。2024年中山記念の本命はソーバリアントです。ここからはソーバリアントの詳細な推奨理由を説明していきます。中山記念は先行力が重要になってきます。まず客室別のデータを見ると、逃げ先行で過去10年9勝それぞれ副勝率 40% も超えており、前に行ったというだけで高い好走率になっています。逆に中段からの馬はなかなか勝ちきれておらず、後方からではノーチャンスと言っても過言ではありません。中山競馬場は直線の短い小回りコースというのはもちろんですが、このレースは毎年開幕週に行われます。前が簡単には止まらない馬場状態になりやすいのです。個人的に雨の影響は残らないと見ていますが、仮に雨が残った場合も開幕週なら大きな影響はないはずで、過去にやや重から不良馬場だった時の開幕週のデータを見ても前有利の傾向になっていました。ではそんな前有利になりやすい中山記念においてどんな馬がいいのかという話ですが、やはり前走でも前に行っていた馬でしょう。前走半分より前で競馬をしていた馬が半分より後ろで競馬をしていた馬に対して、勝率から副賞回収率まで全てにおいて上の成績を残していました。また1枠から3枠、4枠から6枠、7枠から8枠というざっくり内中外に分けた枠順別データを見ると、枠順が内になればなるほど勝率は高まる傾向にあり、連帯率や副賞率も内枠がトップの成績になっています。こちらも開幕週らしく内枠有利の傾向が強くなっていました。今年の出走馬で前走半分より前だった、今回1枠から3枠という条件をクリアしたのはソーバリアント、ジオグリフ、ヒシイグアスの3頭です。このあたりが狙い目なのではないかと見ています。中山記念は G1 を勝っていない馬の活躍が目立ちます。過去10年の勝ち馬を見ると、ドゥラメンティア、ヌーボレコルト、ジャスタウェイなど、かつては G1 馬が順当に勝ち負けするケースが多かったのですが、近年は G1 を勝っていない馬が7連勝するなど傾向が変わってきています。このレースは開催時期的に大阪杯やドバイへの前哨戦という意味合いが強く、次を狙える立場にある G1 馬たちはあくまで叩き台という感じになるのです。そんな中をまだ目立った実績がない馬たちがしっかり仕上げてきて小波乱を演出するというわけでしょう。去年のソーバリアントは直前に強い勝ち方をしていたこともあって、陣営も大阪杯を狙って余力残し叩き台仕上げで失敗しました。追い切り診断でも言ったように、今年は去年の反省も踏まえてしっかり仕上げてきている印象で勝負気配が違います。ソーマチック3区は気難しい馬が多いということもあってか、川田騎手や横山武史ジョッキーなど激しいアクションで馬を動かす騎手よりも、戸崎騎手や武豊騎手など癖のない柔らかいジョッキーと好相性になっています。横山武史ジョッキーよりも大野ジョッキーの方が好走率が高いというところを見ても、馬に優しい乗り方をするタイプの方が合っている可能性は高いです。この血統傾向から考えて、武豊ジョッキーへの乗り換わりというのも大きくプラスに働くでしょう。ここは去年とは全く違うだろうと見て、この馬のリベンジに期待したいと思います。というわけで、今回はこの辺で終わらせてもらいます。この動画が良かったら高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。